ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です、今日は2023年5月の21日日曜日です、今日は大リーグ、エンゼルス対ツインズの試合がありました、今日はなんと大谷翔平やりましたね。カーンといい音がしましたね。そのいい音がしたのは6回第3打席を迎えた大谷翔平、カウントフルカウントまで粘ったというか、それまでちょっと芯当たらずにファールが多かったんですが、でもだんだんとこのタイミングを合わせてきましてですね、フルカウントになってから相手投手の直球を約 151.6キロの直球を真ん中高めでしたかね、ガーンっていい音がして11号のホームランを放ちました。もうこれにはもう総立ちになってみんなホームランを迎えてくれたんですが、残念なことに試合はですね、2対6でツインズに敗れたんですね。いやー、せっかく大谷打ったんですがね。でも明日は大谷翔平が先発です。今日のこの分をですね、明日の先発でビシッと晴らしてほしいですね、そして明日はリアル二刀流、もちろん投げても打ってもですね、今日のこのバッティングの調子でいくと明日、今日は2試合ぶりのホームランだったんですが、明日はもう連続続けてですね、第12号を打ってほしいもんですね。もちろん投手としてもですね、バッチリとエンゼルスの方へ勝ちを引き寄せて、今投手部門では5勝1敗ですがね、6勝目を明日はカチッと掴み取ってほしいと思います。もうこの今日の負けを明日先発大谷翔平、また明日翔平タイムを願っています。期待しています。待ってます。ごきげんよう。一緒に明日見ましょう。